どうもこんにちは、ドントテルミアライです。今日はコーヒーロール食べていこうと思います。ということで、大人の教養テレビよく見てるんですよね。あれなかなか面白いですね。エネルギー324キロカロリーのコーヒーロールということで、許容範囲ですね。今日これで3本目です。じゃあこれね、木村屋のパンいただいてみようかと思います。よいしょ。ちょっとちっちゃめですねこれね、コーヒー。まあコーヒーロールっていうんで、コーヒーの粒でも入ってるのかなっていう雰囲気ですけど、これだったら何も入ってないプレーンを食べながらね、コーヒー飲んでもいいんじゃないかなって気がしますね。ドントテルミアライです。今日は太平洋戦争、詳しく解説していきます。やっぱこうパンって食べ始めると美味しいですね。私ね、動画編集始めた頃、こういうコンビニのパンを20個ぐらい積んで編集しながらずっと食べていって、食べ終わったら外に出かけるみたいなことをしてたんですけど、だいたい20時間ぐらい、1時間で1本食べて20時間ぐらい編集作業してましたね、最初は。で、編集作業をするのと編集作業を全くしない取っ手出し、こういう取っ手出しと、どっちが再生数が稼げるかというと、まあ私的には一緒ですね。セールスするときに編集をすると制約率は上がるっていうのは、まあ初期の頃体験しましたけど、あれもね、ずっとやってみたら一緒ですね。必要なものを宣伝すると売れるんですけども、必要じゃないものを編集によって演出によって売り込むことができるんですよ。私はどっちかって言ったら、必要な人だけが手に取っていただければいいのかなと思うんで、セールスのテクニックでねじ込むっていうのはどうもね、私のスタイルじゃないんでやらないですね。いただきます。いってらっしゃい。